はい、では3週目のレクチャー始めていきたいと思います。まず先週が右足後ろ左足が前で終わってると思います。そしたら左足から思い切り前に出たいんですけど、その時両手を口元に当ててちょっと叫ぶ感じにしてください。一緒にブッ、来ました。そしたら足開きます。開いた時に左手をグーにして上に上げてください。そしたらこの手下げながら右足を内側に上げていきます。この時頭も左にカッ傾けてください。そしたら戻します。戻してきたら左手を頭に当てて肘を2回開きます。この時のに右の膝も2回グッグッ開いてください。そしたら次反対です。右手左足でグッグッ2回開きます。そしたら今度右足を前に出しながら右手は口元、左手は上で1回ゆっくり回して、次2回ブンブン早く回します。この手を回すタイミングと一緒に右足のかかとも前にブン上げて、次2回早くブンブン上げてください。そしたら次反対です。左足出して左手口元右手上で1回、次2回ブンブン回します。そしたらもう一回右足開いて腰を右に上下上下当てていきます。この時に上の時両手をクロスしてちょっと腰のあたりを叩きます。そしたら下の時はこれを開いて当てながら顔を右向いてください。これもう一回ずついきます。上開いて下来ました。そしたら足閉じながら手は斜め下にちょっと振るように動かしていきます。この時膝手と反対の方にグッ曲げてください。これ4回やりながらだんだん下に行きます。下まで来たらちょっと手を下について両足をパッと開きます。開いたら2周目にやった頭のてっぺんから上がる動きを繰り返していきます。ブン上がってきました。そしたら右足を後ろに下げながら右手上パンチ、次左手上パンチ、このまま後ろに体重をかけた時にちょっと顔後ろに向けてください。そしたら最後左手を腰にして右手を上からちょっと冠王冠をかぶる感じで下ろしながら最後顔前向きます。で最後ポーズして、はい、ここまでです。はい、では今のところカウントでやってみたいと思います。ちょっと2周目の最後からつなげていきます。5 6 7 8 4 5 6 7 8 1 2 3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  4 5 6 7